日本に遊びに来たい人たちも、香港で暮らす日本人も、みんな気になる今日本はどうなってるの。イベント満載の冬、リエの日本大捜査、ウィンターバケーション in Japan。 今週は紀伊半島。日本最大のこの半島には多種多様な魅力が満載。和歌山、三重、そして名古屋までレンタカーで一周。ジャパナビ紀伊半島アドベンチャー第2弾、和歌山、三重大発見第6章。先週は和歌山最大のリゾート地白浜で、三段壁、白良浜、円月島に沈む夕日の三大景勝地巡り、シーサイドの温泉旅館でゆっくりした翌朝は日本最古の温泉と伝えられる先の湯へ。今週は引き続き白浜、こちらの不思議な場所からスタートです。何やってんの？インド映画。なんでインドなの？似てないインドじゃん。インドではない。これはヨーロッパ、地中海をイメージしています。待ってよ、地中海真っ白じゃないですか。地中海だから真っ白じゃん。あ、本当だ。見てください、この青い空に白い建物、ここはもう地中海です。あれちょっと特別だね。これ何？これは宿泊施設、リゾート村です。リゾート。はい、白い物体が並ぶスタイリッシュな空間。この一つ一つのドームハウスが独立した宿泊施設。丸い建物、丸い窓、丸い部屋、カップルや家族でユニークな思い出作りに最適です。こちらから歩いてすぐの距離にあるのは食べ放題のレストラン。目の前が海という恵まれた環境で、鮮度抜群のシーフードも魅力的。さらに漁業協会直営の安くて美味しいお寿司が食べられる回転寿司がこちら。美味しそう。ここでは他の地域の寿司屋では絶対見ない珍品も登場。さすがは和歌山、特産品の梅干しです。これ梅って寿司なの？そうよ。金箔だらけだよ。美味しいこの肉厚が和歌山の梅干しです。甘い。美味しい。蜂蜜が入ってる。さっぱり。うん。食事の後は白浜の大人気レジャースポット、動物たちの楽園へレッツゴー。ほら、ミラハン。はい。そこの友達会いたくない？会いたくないよ。何十チメた女なのあんた。うん。かわいいよその友達。かわいい。そうだよ。まずね、あの顔が真っ白で、真っ白。目が黒くて、うん、耳が大きくて、めちゃめちゃ可愛いぞ。なんだろう。なんだろう。あなた分かってるじゃん。はい。パンダだよパンダ。パンダ。ね、覚えてる？1年前来たことあるんですよ。1年前は生まれたばかりの双子のパンダあったね。そうだよ。すごい可愛かった。可愛いよ。うん。会ってみたい？もしかしてまた会えるの？は？何言ってるのよ。もちろん元気やってますよ。会いましょうか。会いたい。楽しみ。すごい可愛かったよ。小さくて、もうなんかこんな抱っこできるぐらいの目が。アリ行きましょうよ。パンダ？アリアワイ違うもわ。パンダに乗って会いに行くんだ。はい、それでは行ってきます。あー、寒い。あー、あ、なんかスカート踏んでるよ。オーマイガー、スカート踏んでるよ。オーマイガー。よしよし。ごめんなさい。あ、いえー。おー、歌が飲んだ。歌が飲んだ。僕のせいじゃないよ。僕のせいじゃないよ。もうだから言ったでしょ、これは赤ちゃん用だよ。こんなことしちゃいけないんだ。じゃあパンダに会いましょうか。穴開いてる、ね、はい、どうする？パンダに会いましょうか。もう乗らない、歩く。園内に入る前からジャパナビお約束の大騒動発生。ここから先、動物園、水族館、遊園地が一つになった広大なテーマパークの中でも、もちろんますます大騒ぎです。スカートごめんね。もう言わないで。申し訳ございません。今やっと自分のテンション上がってるんだ。じゃあいいところね、ちょっと、はい、行きますから、ね、カモン、はい、あ、待って、ダメだよ。何やってんの？スタッフオンリー。スタッフオンリー。はい。 Don't worry。 Don't worry。 今日は特別許可取りましたから、カモンベイビー。本当にいいの？やーだよ。
あ、どうもこんにちは。あ、こんにちは。友達のひとみさんです。今日特別ツアーがありますよね。はい、はい、これから行きましょうか。はい、ご案内させていただきます。はい、じゃあよろしくお願いします。で、あの、中に入る前に靴の裏の消毒槽ですね、はい、消毒お願いします。気を好きだね。もしかしてパンダにすごい近くで会えたりとかしちゃって、そんな予感がする。あなたが頭言いすぎじゃないの。ほんだって消毒とかしてたら言って、ほんとなの。カモン、後ろ何か動いてるよ。パンダ、パンダ、こういうちっちゃくしてくれない。ごめんね、びっくり。おー、ベイビー。わー、かわいい。これパンダ、おそらく香港史上初めてこんな距離ですよ。ここではこの竹以外にパンダたちに、まあ、1日の餌の1割ぐらいってすごく少ない割合なんですけども、リンゴと人参、あとビスケットを与えています。ちょっと待って、はい、これ世界初のパンダフォークでございます。これ面白いですね。ではお願いします。はい、お願いします。あ、見てるよ、すごい見てるよ。はい、どうぞ。あ、かわいい。優しい。あ、目の表情見えました。初めてパンダの目の表情が優しい、ね、こっち見てるね。おいしい、おいしいって。まだあるでしょって見てるよ。まだあるでしょ。はい、ではまたお願いします、はい。リンゴだよ。リンゴ食べる？はい。あ、当たったよ、今歯に。かわいい。今目が合ってる。あっち見て。まだあるでしょ。ひとみさんは飼育係、はい、パンダの飼育係ですよね。はい。パンダと一緒に生活してるんですか？そうですね。あの、一応こういう柵越しではありますけれども、毎日世話をしております。やっぱり檻の中に一緒に入ってるとかは危ない。無理ですね。危ないです。ガリってやられますよね。はい。今度、はい、友達連れてきた時、またひとみさん呼んで、こっそり、はい、こっそり後ろ入れてもらってもいいですか？そうですね、あの、予約をしていただく形になりますけども、1日30名という限定なんですけども、まあ、予約頑張って30名の中に入っていただければ、またご案内させていただきます。え、誰でもじゃあ予約すれば、はい、ここ誰でも入れるってことですか？そうです。特別許可って言ったの。誰でも入れるって今言ってるよ。そうでした。でもこんなバックヤードに入れてもらえるツアーなんて珍しいですよね。そうですね、皆様、参加していただいたお客様、皆様喜んでくださっています。うん、あ、すごい、今4人並んでる。一番背が高い。はい。あ、まだ欲しいみたいよ。あー、パンダと並んでる。嬉しいね。嬉しい。うん、ありがとうございました。本当に今日どうもありがとうございました。見てください。はい、まだ見てる。あー、可愛かった。すごい幸せ。嬉しいでしょ。嬉しいね。1年であんなに大きくなるんだね。違うよ、この子アイヒン4歳。あれ、カイヒンと4品じゃないの？そうだよ。私さっきずっと、うん、カイヒン、カイヒンって言いながらご飯あげてたよ。あなたそんな時ね、すごい嬉しいから、うん、ショップしなかったんだよ。してよ、かわいそう。アイヒンって言いたかったのに。カイヒンと4品どこ？あそこ、みんな遊んでるよ。遊んでるの？早く見に行こうよ。あ、じゃあ行こうよ、ね、許可いらないしね、はい、許可いらない。ここも許可いらない。みんなできるツアーだよ。わー、あんなに大きくなった。大きくなってるよ、みんな、遊んでるよ、元気。海浜と洋浜？そうだよ。1歳？1歳こんなに大きくなるんだよ。すごい、もうパンダだね。去年見た時はまだこんな小さくって、うん、なんかピンク色だったよね。ピンクじゃねえよ。ピンクじゃなかった？ピンクの時は虫みたいで、こんなにやるんでしょ。そうだ、私たち見た時はこのぐらいの、うん、なんか産毛みたいな、はい、してるね。そう、もうずっと寝てて大事にこうケースの中で。1年後は？1年後はこの感じ。レイさん、はい、こんにちは。パンダの乗り物？そうだよ。また？まあ今回は挟まないようにしますから。本当？安全運転します。レイさん、行きましょうよ、動物見に行こうよ。じゃんじゃん、行くよ。はい。お、お、出発、出発進行。お、お、動物くん、ゾウさんだ。もしかしてこれって動物園の中を普通にただこれで回るだけじゃなくて、うん、サファリパーク？サファリパーク、イエー。おー、すごい、こんなに近くで。わー、わ、ゾウさん巨大。わ、すごい。ゾウさんのお尻が大きい。ちょっと梅干しみたい。なんで梅干しに似てる。あー、かわいい。シーチェックよ。はい、向かほ、
太脏的你那还骆驼啊音楽聞いてラクダだよラクダこんにちはこんにちはラクダの裏にほら見てうん海綿体が入ってるよ海綿体ではないあの中にはご飯が入ってるんだじゃあ海綿体あるやつは誰海綿体は鶴だよあ鶴かはいこれは脂肪だよねこれは脂肪あ脂肪、うん、すぐないそうだねねこういう動物の前にね静かした方がいいよじゃないとパラッと逃げちゃうんだよ本当そうだよ今なんかラクダに見られたよラクダねうるさいなあんたたちほら見てるよ だようるさいの来たよ迷惑ねなんか公園にいるおじいさんみたいなあ近い近いかわいいもしかして舐めてくれるのあ舐めてくれるお噛まれるかもしれないから気をつけてってさっき言われたよそうかうんあ舐めてほらよだれ僕のねかわいいでも動物と仲良くなってきたね前なんか動物のよだれとかすごい嫌だしみたいな感じだったよねまあ本当はそんなによろしいものではないけどね見てるよまた仲良くしたいと思って見てるよはい手出してすっげえアフリカの色だなうんよしパッキングパッキングOf course, man! パーキングがあるの駐車場あるのすごい素晴らしい駐車場止まってどうするのはいはい切り見に行くよおおね切り待ってるんだ待ってるよ上に行けばねちょうど目合えるよすごいあ嘘みたいわ髪の毛がパーマしてるかわいいごめんなおねがだかもかんぐんあれなおどわすごい近いすごい近い。オーケーが、オーケーが、計算オーケーが、よかった、お題が。分かった。オーケーが。でも私は分かったんだ。なんでここに来るか。うん。あそこにご飯があるよ。おっぱいね。すごい。レイヤードレイヤードレイヤー。私もじゃあ並んで。レイヤードレイヤー。レイヤードレイヤー。本当だ。すごく優しいんだ。優しいよ。調べたら優しい。はい、食べて。いっぱい食べてこんなに優しいこんなに持ってきてくれる人たちなかなかいないからねわあ、おいしいバカ、うん、大丈夫気持ちいいあんまりよだれないし、うん、下が気持ちいいなんかタラタラしてて清潔感ある友達だな、うん、チータービューだよカモンベビー、もしかしてチーター触れる触ることないでしょ、あ、鳴ってるうわ、ね、一緒に歩いてるよ本当だ一緒に歩いてるチーターと一緒に、あ、目が合ってるよパラワラパラワラちょっと警戒してるね本家子やら怒ってるよあの上に見てチーターあ、本当にあっちもあっちもあっち遠く遠くもかっこいいよおおかっこいいでも見て下に牛がいる、はい、牛おかしいな食べられちゃうじゃないの大丈夫なんだよなんでチーターは自分よりも大きな動物は食べないのあんたすごい知識持ってるねまあねよく言われるそうだねあよく見たらあなたチーターみたいですねもう怖い怖いあなた僕より僕大きいから僕大きいよあなたより大きいよ食べないでわあこれこれよく中国のあのトンセンあトンセンの表紙とかになってるよねあなた中国のこと知ってるね知ってるよダーシングランとかトンセンとか全部知ってるねはいや縁起いいよそれは、うん、上に向かって排呀，要咁大，有排睇啊 ！Let's go 啊 ！Let's go 啊！导演嘛 ，Let's go 啊！系啊，诶，あまりゆっくりしちゃダメ。啊啊啊！幻動物！啊，夢を食べる。パク。パンダ、プタ、混ざってる幻の海中でございます。うん、いろんな動物が混ざってる。わ、来たよ。あ、足。あ、足三つ。あれ、アバターみたい。うん。お。お、食ってるぜ。あ、あの花自由自在だね。そうだね。こうなんか短くなったりするよ。あ、面白い。またちょっとね、クジラっぽいな。よし、そろそろ帰るぞ。時間だから。じゃあ最後に一回だけもう一回パンダ見よう。パンダ？うん、パンダに会いに行こう。あなたね、今夜寝なければ明日鏡見てパンダになるよ。やだ。マウスパンダ。行こうよ。もっと痛いのに。こっちで車は？あれ？車どこ行ったっけ？駐車してるよ。あっちだ。じゃあほら。ほら。急に炭素下がったな。ああ、残念や。無駄せパンダ。お腹空いたじゃん。お腹空かない。パンダ。来週は？あ、あ、反応する。
うん、うん、バイバイ。上がっていく。でもくっつき、くっついてる水槽に。ほら、なんかちちょい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 大丈夫。ジャパナビ紀伊半島アドベンチャー第2弾、和歌山三重大発見、来週もお見逃しなく。どー